松村邦弘は出川が売れるのを待っていた。二人は若い時から仲良く、苦楽を共に過ごした。一足先に松村が売れ出し、笑っていいとも、二発出演した際、得意のモノマネが受け、絶好調だったが、最後に当時売れていなかった出川のモノマネをし、大滑りした。それを見た出川は、なんで絶好調だったのに俺のモノマネなんかしたんだよ、チャンスだったのにと激怒した。俺の出川さんのモノマネは完璧なんです、受けるモノマネで、あとは出川さんが売れるの待ちです、と言い返した。責任を感じていた出川は、自分のせいでチャンスを失わせたと複雑な気持ちを引きずっていた。それから数年後、出川に、収録で出川さんのモノマネをしたら大爆笑でした、言った通りでしょう、受けるモノマネなんだから、という連絡が入り、感動のあまり出川は号泣した。